今日は見てる通りもう分かってると思うなんですけど、初めて家で焼肉をやりたいと思います。イエーイ。あのね、焼肉はねイタリアはないんですよ。簡単で言うとバーベキューみたいなものがあるんですけど、コーリアンバーベキューはね、ないから、日本に来てから初めて焼肉屋さんに行ってめちゃめちゃ美味しいなって思って、でも今まではね、なんかお店にしか食べない食べ物だと思ってたから、家で食べるみたいの、なんか家族とかアニメの中で確かに焼肉してるとかシーンとかいっぱいあったから、なんかよく考えたら、あれ、なんか全部持ったら家にも食べるんじゃないって思って、で最近はね、そうですね、外に出れないから皆さんと一緒に焼肉、美味しい肉を食べたいと思います。イエイ。まずご飯作りました。ダダーン、白ご飯、素敵。やっぱりこれって日本人にとってパンと一緒だよね。私の方はパンだったんですけど、白ご飯も大好きです。で、今からね牛タンをやりたいと思います。で、なんか牛タンはね、確かにでもイタリアに食べたことないんですよ。これベロだよね、ベロベロそう、でも美味しい。仙台で食べたことあるからめちゃめちゃ美味しいなと思う。で、牛丼のためはね、このレモンとネギ塩のソースで作りたいと思います。ダダーン、私のネイルも見て可愛いでは、とりあえずこれで、おー美味しそう。はい、いただきます。じゃん、ちょっと待って、うわーすごい、と、やばいなー、えいよし、おお結構焼いてるね。やーば、面白い、あ、暑いから T シャツ脱げたんだけど、私は結構やけどです。よし、一番最初食べてみたいと思います。ちゃんと焼けたのかな。よいしょ。こんな感じです。いただきます。おいしい。牛タンってさ、ちょっとロックな感じしない？牛タンだからさ。そう。今日は、まあ、正直、本当正直なこと言ってもいいかな。まあ、コンマカップにするか、なんかもうちょっと可愛い、予約は、可愛い感じの方にウィッグをかぶってやろうかなと思ってたんですけど、まあ、正直、普段は本当こんな感じ。本当こんな感じ。家でもこんな感じだから、まあ、私、ありのままのでいいかなって思って。ありのままのよし、かわいい、かわいいて、プレートかわいい。いただきます。おいしいでは、次はね、ババーン、ハラミにしたいと思います。これよー、美味しそう。ハラミはね、私はすごく大好き。
からそうめっちゃ食べたかった。800円だよ、たか。で、ハラミのためはね、このタレを使いたいと思います。これ、このタレです。多分私は大体、まあ、大体っていうかもう一人暮らしなので、まあ、結構一人に慣れてるんだけどさ、1ヶ月で、まあ、1ヶ月ぐらいかな、全然家に出れないのはやっぱり辛いかな。 YouTube を見たくなる。だから考えたことないんだけど、この動画撮ったらみんなと食べる雰囲気が作れるんじゃないかなと思って作ろうと思って、とりあえずとにかく肉食べたかったけど、肉の中にいやー、あ、結構赤いですね、これ。美味しそう、美味しそう。三つ折りもいいかな、三つ折りもしようかな。ちょっと待って、これなんかギュウちゃんとあんまりご飯と一緒は食べないんですけど、タレは必ずご飯と一緒に食べてみたいな。間違った、よいしょ、よいしょ。なんか友達と行ったらあんまり私は焼けない方だね。うん、あんまりかな。一回秋葉原の有名な焼肉屋さん、結構高いビルの方に行ってて、それが結構美味しかったんですね。昔のイタリア人の友達と一緒に行って、すげえ美味しかったな。なんか間違いなければ神戸ビーフも食べた気がする。でも結構何年前だからちゃんとそれだったのかそれじゃなかったのかわからない。もう真ん中のやつがもう焼いてそう。いただきます。うん、もうちょっとだったかな、もうちょっとかな。でもこれでも美味しい。あ、多分分かった、塩が少ない。そうだね、ちょっとストランドペッパーも入れたいな。それがないと確かにちょっと違うなって感じする、自分はね。うん、おいしい。うん、いいな、この動画もっと撮ろうよ、本当に。イエイ。うおお。あ、やっぱりハラミ好きや。では次、これもすごく大好きなんですけど、カルビです。イエーイ。あれ、うわー、結構ねファットが入ってるんだけど結構美味しい。よいしょ。とりあえず3つを焼きたいと思います。ではですね、ちょっと綺麗なんですけど、8万人ありがとうございました。8万人になれるなんて思わなくて、でこの前ね、マネージャーさんを買ってくれたの猫ワインがまだ飲んでないから、今日は飲んでみたいと思います。にゃんにゃんっていうか、かわいい、かわいいね、これすごい。 Look at、 ドイツのワインです。こんな感じ。では乾杯。イタリア語だとチンチンです。そう、下ネタになっちゃったけど本当そうだよ。か、もうちょっと丁寧だったらサルテ、でもあんまりみんな言わない。うん、
あ、結構フルーティーで優しい味だな。飲みやすい。美味しい。では肉はもう、あ、これがもう結構焼いちゃった。これコーリアンだったらなんか なんかこうカッパと一緒に食べるよね。カッパだったっけ？いや覚えてないけど。やわらか。めちゃめちゃいいなこれ。なんで食べるが好きなんだ。よっしゃ。やっぱりカルビがめちゃめちゃいい。ごめんね、絶対今ね、ぶっ最後の顔してたんだけど。めちゃめちゃ美味しい。思い出したんですけど、キムチはね、イタリアないんですよ。そう、日本で初めて食べた、これ。まあでも今ね、納豆食べられるになったからさ、これぐらいだったら大丈夫かな。うん。すごい、絶対いいね、ヤカザクと。なんか帰ったら、まあ、いつか帰るか、なんかお母さん、あ、お母さんな、無理だな、お父さんになんか焼肉を見せたいなと思った今。すごい、めちゃなんか今鳴ると思い出した。やば、ちょっとしょうがないな。ごちそうさまでした。いや結構美味しかったですね。おお、ご飯がもうできて最高の焼肉さん。自分の焼肉屋さんはやっぱり自分の最高ですよね、好みが。よし、ということで今日は一緒に焼肉を食べて、皆さんはどうと思ったんですか？大丈夫だったんですか？なんか結構恥ずかしかったんですけど、まあ一人よりがね、なんか、あ、雰囲気は気持ちいい。なんか一人で喋って、この辺たまに行ってさ、家で本当に一人で喋ってるか、猫ちゃんと喋ってるから分かるよ、あなたの気持ちめっちゃ分かるよ。だから今 YouTube 撮ってるから、まあまあまあこっちの方がいいかなって、ファンに向け焼肉ゆっくり時間を過ごすが最高だなって思って、まあ、とりあえず外は出れないからもう家で楽しいことをいっぱいやりたいと思いますので、また次の動画へ待っててください。ありがとうございました。よかったらぜひコメントとシェアしてください。忘れないうちにいいねもして、チャンネル登録をお願いします。またね、チャオ。